藤田ニュースウェブ。大学としてのミッションというのが あると思いまして、その今世の中でもいろんな形での、まあ、先端医療という形で、まあ、保険とは限らない医療を提供されてますけれども、そこでじゃあきちんとしたデータを取ってエビデンスを取っているのかというと、まあ、必ずしもそうではないと。なので我々は全ての患者さんに対してそういったこともちゃんと検証できるような形でデータ化し、データベース化していこうと。でそちら辺も、まあ、いろんな学会と連携してレジストリーとかといったことに貢献していこうというふうに考えています。